実は方々からくれくれと申し込みはございますが、こちらの身分もあるものでございますから、めったなとこへも片付けられませんので、ごもっともで、と明帝はようやく安心する。それについてあなたに伺おうと思って上がったんですがね、と花子は主人の方を見て急に存在な言葉に変える。あなたのところへ水島寛月という男がたびたび上がるそうですが、あの人は全体どんな風な人でしょう。寛月のことを聞いて何にするんですと主人は苦々しく言う。やはりご令嬢のご婚儀上の関係で、寛月君の成功の一端をご承知になりたいというわけでしょう、と明帝が起点を聞かす。それが伺えれば大変都合がよろしいのでございますが、それじゃご令嬢を寛月におやりになりたいとおっしゃるんで。やりたいなんてんじゃないんです、と花子は急に主人を参らせる。他にもだんだん口があるんですから、無理にもらっていただかなくたって困りやしません。それじゃ寛月のことなんか聞かんでもよいでしょう、と主人もやっきとなる。しかしお隠しになるわけもないでしょう、と花子も少々喧嘩腰になる。明帝は双方の間に座って、銀ギセルを軍配うちわのように持って、心の内で「はっけよいやよいや」と怒鳴っている。じゃあ、寛月の方でぜひもらいたいとでも言ったんですか、と主人が正面から鉄砲を食らわせる。もらいたいと言ったんじゃないんですけれども、もらいたいだろうと思っていらっしゃるんですか、と主人はこの婦人、鉄砲に限ると悟ったらしい。話はそんなに進んでるんじゃありませんが、寛月さんだってまんざら嬉しくないこともないでしょう、と土俵際で持ち直す。寛月が何かそのご令嬢に連着したというようなことでもありますか。あるなら言ってみろ、という剣幕で主人は反り返る。まあそんな見当でしょうね。今度は主人の鉄砲が少しも功を奏しない。今まで面白げに行事気取りで見物していた明帝も、花子の一言に好奇心を挑発されたものと見えて、キセルを置いて前へ乗り出す。寛月がお嬢さんにつけ踏みでもしたんですか。こりゃ愉快だ。新年になって逸話がまた一つ増えて話の好材料になる、と一人で喜んでいる。つけ踏みにじゃないんです、もっと激しいんです。お二人ともご存知じゃありませんか、と花子はおつに絡まってくる。君知ってるか、と主人は狐つきのような顔をして明帝に聞く。明帝も馬鹿げた調子で、僕は知らん。知ってりゃ君だ、つまらんところで謙遜する。いいえ、お二人ともご存知のことですよ、と花子だけ大得意である。へえ、とお二人は一度に感じいる。お忘れになったら私からお話をしましょう。去年の暮れ、向こう島の安倍さんのお屋敷で演奏会があって、寛月さんも出かけたじゃありませんか。その晩帰りに東橋で何かあったでしょう。詳しいことは言いますまい。当人のご迷惑になるかもしれませんから。あれだけの証拠がありゃ十分だと思いますが、どんなもんでしょう。と、ダイヤ入りの指輪のはまった指を
膝の上へ並べてツンと居住まいを直す。偉大なる花がますます異彩を放って、名帝も主人もあれども泣きがごときありさまである。主人は無論さすがの名帝もこの不意打ちには肝を抜かれたものと見えて、しばらくは呆然として怒りの落ちた病人のように座っていたが、驚愕のタガが緩んでだんだん持ち前の本体に復するとともに、滑稽という感じが一度に突貫してくる。二人は申し合わせたごとく、はっ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 と笑い崩れる。花子ばかりは少し当てが外れて、この際笑うのは甚だ失礼だと両人を睨みつける。あれがお嬢さんですか。なるほど、こりゃいい。おっしゃる通りだね、くしゃみくん。まったく寛月はお嬢さんを思ってるに相違ないね。もう隠したってしょうがないから白状しようじゃないか。うふん、と主人は言ったままである。本当にお隠しになさってもいけませんよ。ちゃんと種は上がってるんですからね。と花子はまた得意になる。